江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら K国の掲示板からのご紹介でございます。 K 国民、なぜ日本は近代化を遂げたのに K 国は近代化に失敗したんですかね、というスレッド上がっておりましたんでご紹介していきたいと思います。それではくーちゃん、お願いします。日本の明治維新は1800年代半ばに起こりましたが、日本はそれから50年間で凄まじい発展を遂げて、どうやって同時に空母を作るレベルまで引き上げたのでしょうか。正直言って当時鎖国政策を行っていた隊員君にはかなり憤りを感じます。個人的に朝鮮末期がめちゃくちゃ嫌いな理由です。明らかに我々の祖先にも急激に発展するチャンスはあったというのに。大陰君、李氏朝鮮の一時期のですね、王様ですね。はい、鎖国政策を取っていた人みたいです。はい、じゃあですね、こちらに対して K国の反応見ていきましょう。それではね、1人目こちら。それは誰にもわからないんだよ。鎖国を解放していたとして日本と同じになってただろうか。経済規模では人心和乱の時からすでに遅れを取っていたと見るのが定説。慶長文禄の駅ですね、人心和乱。朝鮮が地球上で西欧との交流が最も細かったからだと考えられる。東南アジアは14世紀、日本も16世紀以前から他国は全て西洋と交流して密接に関わってきた。最初から国力が違う。江戸時代の日本は我々が想像しているよりもはるかに豊かな国だった。儒教や生理学の本を読んでいる国が解放されても科学技術を軽視する雰囲気があったし、果たしてどこまで発展できたのかとは思う。日本は朝鮮末期ではなく、そのはるかに前から朝鮮を経済力で圧倒していました。鎖国政策に従っていたからではありません。我が国の歴史教育がおかしくて、なぜか朝鮮通信使が日本に文物を伝えたかのように教育していますが、すでにその当時から日本の方が豊かに暮らしていて、商業も発展していました。お、日本には世界レベルの銀鉱山があったからだよ、わらわら。日本は数百年かけて次々と社会が開放的に変貌を遂げて近代化と産業化を起こしたのだから、そんな単純な話じゃない。朝鮮は徹底した身分制を否定時代の直前まで維持していたし、これも隊員君のせいではなかった。正確には何もしていないのが朝鮮という国だった。朝鮮と日本の国力差はかなりひどかった。似たような時期に開港していたとしても結果はあまり変わらなかったと思う。すでに米の生産量は高麗の時代から日本が圧倒的優位だった。階級が違う国なんだよ。我が国の国民だけが目をつむって見えないふりをしているけど、ゴッホを知ってますか。1800年代の人物ですが、その人が日本の絵画に影響を受けたほどで、当時日本はすでに西洋文物を取り入れながら海外に影響を与えていました。江戸幕府が明治維新前限定的に西洋文物を取り入れていたとしても、我が国がしていた西洋との交流に比べれば日本の方がはるかに盛んに交流していました。高卒の人間が隣の医大に通っている友達を羨んでいるのと同じ。最初から人間が違うし、そもそもそれまでやってきた努力や過ごした時間の質自体が異なる。朝鮮王朝自体が長く存続しすぎた。さすがに交換しなければならなかったのに、気づいた時には手遅れだった。そもそも日本の明治維新がドイツ帝国建国とほぼ同時期だという。当初日本以外のどの国も西欧列強の水準の国力を備えていなかった。全世界で日本だけがそうだった。これはただ日本が珍しかったと言うしかない。明治維新の頃からじゃなくて、人心和乱よりも前、織田信長の時代からすでに西洋と貿易を行っていた。その頃から技術力は朝鮮よりも上だった。はい、というね、意見でした。それではですね、チャットの反応いきたいと思います。はい、それではですね、上の方からいきますかね。高祖が戦艦一隻買って国家破綻してたけど、かっこ笑い。歴史うるさいくせに何も理解してないんだな、わら。他力本願だからだろ。え、日本とお前ら同じだと思ってんのがそもそもの間違いだと気づいてもろて、わら。日本は真面目に学んだお前らは何も学ばなかった。
証拠の問題やで、わら。自ら動くか、他人におんぶに抱っこか。いやいや、お前らの歴史教育間違ってたんじゃね。もっと、ホルホルしてやらんと。本当に鎖国してたんなら、銃なんか輸入できるわけないだろ、わら。申し訳ないが、教えたのに理解できなかった。ないない、急激に変化するための素地がないもん。楽することしか考えてないし。技術者に対する待遇が違いすぎるからかな。庶民の識字率の差が大きい。日本の識字率は世界一。清しくにしか見てなかったからだよ、わら。渓谷はまだ未開地だろ。自分で近代化した国と他国に近代化してもらった国の差でしょうね。イザベラ・バード女子が各国を正当に評価していたから見てみれば、耐え難い事実を突きつけられるけどな、かっこ笑い。北を併合して、そのまましい国家アール国に領土拡大すれば金持ちになるかもね。何をやるにも他力本願、失敗したら他人のせい、これじゃあ無理でしょうな。日本は空母運用した数少ない国なめるな。今でも、渓谷総理大卒の渓谷人より、工業高校卒の日本人の方が優秀だけどな。輸入火縄銃を改良して輸出してたんだぞ。日本から輸入した火縄銃は、ナポレオン時代にも使われたそうだね。日本やアメ国に近代化してもらったから、何の理念もなかったからだろ。日本の方が豊かだと、そんな風に思っているのに、日本併合の時に散奪されたと、ファビョルお前らは、矛盾に気づかないのか、バカなの？近代化させても感謝すらされないしな、わら。はい、ということでね、それではですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。